第二レース一着となりました香川の木村弘則選手です一着おめでとうございますありがとうございました最近一着も増えてて調子いいですねそうですねちょっと塩分をちょっと少なめにしてむくみが取れたらちょっと着に絡んできてますああすごいですねこう食事をこう調節されてるんですねそうですね見た目ではちょっとわかりにくいですけどもまあ自分ではちょっと変わってきているのかなと思います。 ということはまたね、明日もそしてその後もどんどんん期待できそうでで、ね、ですすねねそうも今日もち昼ごはん1着行ったんで、ちょっといっぱい食べ <laughs> そうですけども、そこはちょっと我慢して、はいしますさあ今日のレース、伺っていきたいと思いますが、まずはどこを意識して走ろうと思ったんですかそうです別にあんまり意識はなかったんですけど、誘導員が同期の伊藤孝文さんだったんで、その前でかっこいいレースを見せたいなと思って走りました。<laughs> 6番の奥グダ選手が行った時はどうでしたかいやもうあんまり気にせずに自分のタイミングが来たら行こうと思ってました、はい、でもいいまくりでしたねあの打線に乗っていい感じでしたラインワンツーも決まりましたよかったです走っててバンクコンディションはいかがでしたかそうですねちょっと風感じるんですけどもまああの落ち着いたら感じるんですけどもレースはあまり感じませんでしたまた明日もここでお待ちしてていいですかそうですね明日もあユドインが 伊藤さんいると思うんでそこに伊藤さんにかっこいい姿を見せれるように頑張ります <laughs> では応援してくださった皆様にもメッセージお願いします明日も頑張るので応援よろしくお願いしますおめでとうございました木村ひろなり選手でした